はい、どうも、トソクチュードレンのつくもです。ということで、花咲ワークスプリング、若葉ルートパート16、それからやっていきたいと思います。ロードしよう。続きをよろしく頼む。悪い悪い、ちょっと遅くなった。いつもの待ち合わせ場所に着くと、みんな揃っていた。やっぱり俺とののかが最後だ。もう、お兄ちゃんが起きてくれないからだよ。若葉さんとお付き合い始めて、しっかりしてくれるって思ってたもんね。そうは言うけどな、なのか。人間そう簡単には変われないもんだ。それ、俺たちが言うセリフじゃねえのか。若葉にもちゃんと挨拶しておかないと。学園だと仕分け委員とかで忙しそうだし、こういう時間を大切に使おう。若葉、おっす。おはよう。あれ？反応が随分とおとなしい。どうしたんだよ、調子悪いのか？そういうんじゃない。落ち着きなくもじもじしてる瞬間、俺はピンときた。な、ひょっとして若葉の身元でこっそり確認。俺の推測が正しければまだお尻痛いのか。違う、朝から何言ってんの。お嬢様、どうなさいました。なんでもないよごまかし笑いにも元気がない。明らかにいつもの若葉と雰囲気が違う。なあ、マジでどうしたんだ。何か悩みがあるなら俺が相談に。おう、本当に何でもないからそんな心配そうな顔するなって。そうか、いつもより威力が弱い。若葉は何でもないって言うけど、絶対に何かあったはずだ。それよりさ、今日の帰りなんだけど。ん？私用事があるから先に帰るね。そっか、用事なら仕方ないな。うん、ごめん。カンナ、行こう。早くしないと遅れちゃうぞ。そうですね、急ぎましょう。若葉はカンナの隣に行ってしまった。いつもは俺の隣にいるのに。俺、ユウも行くぞ。おう。いまいち釈然としないまま学園に向かう。俺の思い過ごしなんだろうか。あれ、若葉もアクターもいない。ちょっと寝てる隙にいつの間にか姿を消していた。一緒に昼飯食おうと思ったのに。もしかして俺仲間外れ。いやいや、そんなバカな。あいつらはそんなことするようなやつじゃないし、誰かに聞いてみるか。ゆずき、ちょっといい？どうしたの、花咲。若葉とアクター知らない？授業終わってすぐ二人で教室出てったよ。手ぶらで出てったからすぐ戻ってくるんじゃない？そっか、サンキュー。二人で昼飯を食いに行ったわけじゃないらしい。それならこのままちょっと待ってみるか。お、ユウ起きてるな。どこ行ってたんだよ。まあちょっとな。若葉と一緒だったんじゃないの？いや、教室出るタイミングが一緒だっただけだぞ。すぐカンナとどっか行っちまったし。なあアクター、若葉おかしくなかったか？そうか、どこが？いつもより元気がなかったし、何か悩んでるっぽいっていうか。そりゃお前のことで悩んでるんじゃねえの。いくら付き合ってたって何でも言えるってわけじゃないだろ。そうなんだろうけど。構いすぎず、あしらいすぎず、これが女性とうまく付き合うコツだ。アクターのやつ、なんでこんなに経験豊富なんだよ。クソ、かっこいいぜ。そんじゃ腹も減ったし、飯食いに行こうぜ。ああ、それでもやっぱり気になる。後で若葉を捕まえて話してみよう。放課後になってしまった。あれから若葉を捕まえようとしても何かと理由をつけて逃げられて、今日はまともに話していない。いつもなら仕事手伝えって連行されるんだけど、若葉の元気な声が聞こえないと寂しい。物足りない。今日は用事があるって言ってたし、もう帰ったんだろうな。仕方ない、今日は俺も帰ろう。アクターとゲーセンでも寄っていくか。いいだろ、付き合ってくれよ。は？私の前にクラスでもっと浮いているやつが現れた。
花咲ユウマ。今まで話したことはなかったけど、噂はたくさん聞いていた。成績は特別良くもなく悪くもなくて、パッとしない。何かスポーツを熱心にやっているわけじゃない。それだけなら平凡な一学生。だけど、この男子は希代の怠け者だって。グータライフという生き方を体現しているらしい。なんじゃそれ。そんなグータラが、私に何の用なんだろう。っていうか、慣れ慣れしい。何付き合ってくれって。ちょっと警戒しながら返事した。っていうか、初めて男の子から付き合ってって言われた。意味は全然違うんだけど。飯は一人で食うより、誰かと食った方がうまいじゃん。言いたいことはわかる。けど、正直あんまり関わりになりたくない。あんたと関わったら余計浮いちゃうじゃん。別に、私じゃなくていいじゃん。他にも一人のクラスメートいるじゃん。友達でもないのに。いや、お前がいいんだけど。は？焦る。何それ、ちょっと待ってよ。ドキドキしちゃうじゃんか。私変な汗かいてるよ。ん？なんで赤くなってる？赤くなんてなってない！どうしてこいつはこんなに平然としているんだろう。教室でナンパみたいなことしてるくせに。それでさ、若葉はどこで飯食いたい？いきなり名前で呼ぶなよ！こいつに若葉って呼ばれた瞬間、ビクってしちゃった。他人から名前で呼び捨てされるのも初めて。しかも男の子から。どうよ、俺と付き合ってくんない？ひひー、告白来た。教室で告白来た。しかも速攻で返事を求められちゃうなんて。どんどん顔が熱くなってきた。ほら、周囲の子たちがジロジロ見てる。ひそひそ噂されちゃうんだ。1年間受けまくり決定だ。わはん。あんたはアホだ！もうこうなったらやけだ。周りも気にせずに気持ちを吐き出す。え、なんだよ。まだろくに知りもしないのに告白すんなよ！は？いや、待て若葉。誰が誰に告白なんてしたよ。うっさい！名前で呼ぶな！え、ダメ？いきなり名前で呼ぶとか慣れ慣れしいだろ！そんじゃあ飯は今度にしよう。まずは友情を深めようぜ。は？5分後。行くぞ、若葉。だから名前で呼ぶなっつーの！かかってこいやー！私は授業をサボって、この変な男子とキャッチボールをしていた。っていうか、教室から逃げたかっただけだけど、恥ずかしくて座っていられない。まったく、こいつのせいで。おりゃ！ゆるいボールが飛んでくる。キャッチボールなんて、これも初めての経験。キャッチ！今日だけで、どれだけの初めてを体験したんだろう。うまくキャッチできて、自然と笑みがこぼれた。お、やるな。うまいじゃねえか。バカにすんな！これくらい楽勝だ！乱暴に言葉を返す。こいつには気遣いなんていらないだろう。あれ、でもそれって、友達じゃん。私に友達ができたもん。こんな私にも、やっと。こんなわがままで厄介な性格の私に。あれ？気がつくと、私は校庭じゃなくて自分の部屋にいた。手にはグローブじゃなくて教科書。寝ちゃってた。最近、あの頃の夢をよく見る。ユウと付き合い出したから、なのかな。まさか本当に付き合うことになるなんて、思わなかった。3年前の私に言ってあげたい。あの頃の私に教えてあげたい。そいつのこと、本気で好きになるんだよって。つい、笑いが、込み上げる。きっと、3年前の私は絶叫するだろう。そんなバカにゃーって。視界に広がるのは満天の星空。ってわけでもなく、都会の星空。見慣れた星空だけど、
いつもより輝いて見える。あいつ出会った頃よく言ってたっけ。俺はぐうたら王を目指すって。そのために私はアホかって突っ込んで、そんなことを教室で繰り広げているうちに、私の周りには少しずつ人が集まった。私は何も変わってないのに好かれるようになった。あいつがそばでバカやってくれたから。今思えばきっとそうなんだろう。ギクシャクしてた私が自然体になった。私は多分ユウに救われたんだ。あんなに悩んでいたのが嘘みたい。きっとユウは分かってないんだろうな。私がどんなにユウに感謝しているかを、ユウのことをすごいって思ってるかを。だからユウのために私は超可愛い完璧な恋人になってみせる。星空に誓った。明日の私はもっと女の子でおしとやかなお嬢様で、ユウの可愛い恋人になるんだ。お嬢様、お夕食の準備ができました。あ、カンナ、いいところに来た。ちょっと相談いい？相談ですか？私に？うん、実は。はい、というところでちょっとね、短めなんですけども、今回は以上にしたいと思います。よければチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。では最後までご視聴ありがとうございました。